クロ、えー、ちゃんとフィギョヤジさんどっちが性格悪いと思いますか？根拠を教えてください。まあ、どっちもあのフィギョヤジですけど、あのえっ、ー、とクロちゃんはあの頭が良くてクズを演出してる部分があるんですよ。なのであの少年の部分では結構まともな人間なんですよね。 で対するひげおやじさんはあの人間がクズなんですけどあのクズをばれないように演技しているのでっっとと見ひじさんんまともって思っちゃう人がいるんですよなのであのひげおやじさんに騙されてる人がいっぱいいるので僕はあの人は気違いで気がかない方がいいですよっていうのを一生懸命アピールしてるんであの近づこうとする人は気をつけてください。